ノボルクステンスーパー G セットフォーアウトドアアドベンチャー。はい、ここからはアウトドアコーナーです。ノボさんよろしくお願いします。はい、はい、杉巻ノボルです、はい、よろしくお願いします、うん、ジェミニ進次郎さん、山ちゃんお疲れ様でした。はい、お疲れ様でしたね、はい、ご挨拶ログにできて失礼しました。はい、カシミール、うん、ゼッペリン、ゼッペリン、ロバートプラント、ドキッとする感じですね。ジミーページ、うん、はい、うん、これなんかのあれでしたんでしたっけ。これは、うん、キアヌ・リーブスですね、うん、そうそう、確か、ね、ドラマチックだよね。ミッション・インポッシブル、そうそうでしたっけ、だと思うんですけど、うんうん、ミッション・インポッシブルはトム・クルーズ、トム・クルーズですね。そうでしたっけ、うん、スミスが出てきたのはどっちですか。あれはあのあれですよ、あのスミス、スミス、スミスが出てくるのはブラッメインブラックじゃない。いや、それはまた違う。じゃあやめましょう。また間違えちゃった、ね、はい、今日の商談、桃越原オンショア、うん、ややつよ、うん、あ、じゃあちょっと大きい感じ、まあ、まあやってますよっていう感じで、明朝がいいでしょって、明朝が風北回りに変わるんで、うん、湘南海岸はオフショアで、うん、まあ6時9時ぐらいが、うん、サイズが残ってて、うん、面が綺麗になって、まあ楽しめそうなコンディション、うんうん、風の方はどうなんですか。風は北風でオフショア、北風の方がいいんですか。はい、あ、面が美しい、こう、うん、あのガサガサになってんだ、ガサガサなんていうのかな、揺れるっていう感じね、うん、ギザギザじゃないというか、面がクリーン、面つる、面つる、はい、つるっていけるって、面つるが、面つるが大事です。なるほどね、はい、うん、面固めじゃないですよ。あ、固めじゃない、はい、それはねラーメン屋になっちゃいますから、ラーメン屋になっちゃう、たまに言うんですけどね。じゃあ麺固めでどこ行くんだよみたいな ね、もう行きましょうね、海の話ですから、はい、そうしてください、はい、はい、ゲレンデ雪山情報で、うん、奥多摩丸山スキー場130センチ全面滑走か、うんうんうん、まあ一部、ええ、一部滑れないとこもありますが、うん、まあ、ゲレンデとしては大体全部行けますよと、うん、はい、うん、まあ、奥多摩はね毎年降ってるとこなんで、それでも130しかないんで、うん、まあ、例年の半分ぐらいなんじゃないですかね、うん、はい、でもまあ今でも滑れると、うん、でまあ情報をチェックしたら、うん、火水木、うん、レディースシニアで、じゃあ女性のもうお年寄りしちゃ失礼。いや、失礼。レディース&シニアで。レディースシニアだけ来られても、ちょっと困りますから。どうすんのかなと思って。レディース&シニアです。そうですよ、ね。はい。ちょっと私、ぐさっと来ながら聞いて、ね。レディースシニアでじゃないです。レディース&シニアで。あ、じゃあね。はい。55歳以上。以上。じゃあ、ご夫婦で参加っていう形もあるとね。はい。そういうことですね。うん、何そう、なんでしょ、うん、さっきその前に私のこと、ウバズテ山とかって言ってたから。じゃああなたも参加しますか。ね、すそれでウバズテ山ですか。じゃあ連れてきますよ。はい、うん、津外家高原スキー場、うん、155センチ、うん、あ、ちょっと多い、はい、一部滑走か、うん、ここはまあ155あるけど一部滑走かっていうのはやっぱゲレンデがでかいんですよ、でかいんで、うん、ボトムの方は当然155もなく、なく、もう、うん、私がチェックしたゲレンデ情報だと、うん、ゲレンデトップしか滑れません、うん、滑れない、あ、もう中盤から下は全部ダメです、きついと、うん、ゲレンデトップだけです。あ、じゃあごく一部ですね、はい、うん、ここはうん、レディースシニアではないです。それでも結構こういう時って混むんですか、こう人来る、うん、行ってますね、やっぱり、やっぱ集まるんだね、うん、滑り行ってますね、そういうことだよね、うん、そうなんですよ、だから春は春の雪質が楽しいんですよ、うん、あ、それなりのかき氷みたいな、そのまあコーンスノーとか言うんですけど、うん、結構スピードが乗って、なるほど、うん、あんまりこうガリガリしないっていうかな、その体に優しいシャーベット雪、またそのパウダースノーとは違う味があるという、そうですね。すいません、そういう時って転んだらびしょびしょになっちゃうんですか。まあそうだろうね、まあそうですね、あの湿気が多いんで、うん、なりますね、だからやっぱりまあびしょびしょになりにくい、うん、オーバーパンツかなんか履いてもらった方が、それだけの技術を持つかですね、はい、はい、ですね、うん、はい、そうなんです、
で、まあ、週末土曜日は天気良さそうなんで、うん、気温も16度ぐらいまで、つや池とか上がりそうだから、ね、まあ、意外とこう、かっちょいい人は、半袖に、もうバッパンツで滑りましょうみたいな、うん、ちょっとこう、ね、春スキーのなんかこう、トレンドですね、そういうのはね。なるほどね。ちょっと、いい格好しみたいな。いいか、ね。真冬に、あの、半袖でいる外人さんみたいな、ね。そうですね。それは違うか。ちょっと違いますけどね。はい、頭にバンダナ巻いちゃうんですか。そうですね。まあ、昔っぽい、はい、70年代気温は暖かいけど雪があるって格好だもん ね、 そうそうですね、だから、まあ、滑ってれば汗も出てくるんで、うんうん、そういう中でこう半袖で滑るのもかっこいい、うん、でも転ぶと、うん、ズリズリになっちゃったりするんで、うん、怪我も多いですけどね、うん、半袖でやってると、ね、スキーヤーもいればスノーボーダーっていうか、もうみんな両方、はい、ミックスですね、ミックスで、はい、同じ場所でシェアして遊ぶという感じです、ね、はい、うん、そうですか。はい。まだ時間大丈夫ですか？大丈夫ですよ。はいはい。うん、うん、あの、まあ、ちょっと海関係の、うん、SUPA って言って、スタンドアップパドルボードアソシエーションからの、うん、うん、イベントインフォみたいのがバーッと出てたんで、それちょっとチェックしてきたんですけど、うんうん、4.17 第4回パドルオブハマナ、ハマナ湖ですね。あ、ハマナ湖ですか。パドルオブハマナチャンピオンシップとかがあります。うんうん、から 4.23、うん、4月の23、24、うんうん、これ東京ですね、うん、お台場サップフェスティバル、うん、これも試乗会だとか、あの体験会とかっていうのもあります、はい、お台場っていうのは割とこう湖じゃないけど波があまりないところ ないですよね、はい、だやっぱり浜名湖とか湖系がいいんですかね。そうですね、まあ、あのサップで優雅にやるには、優雅にやるには、はい、そういう面がそういうとこもいいと、あれないような、まあ、デビュー戦とかもいいでしょうね。そういうところもね。あと5月13日から15日、これウォーターマンリーグビクトリアカップ2016ワールドシリーズっていうのが逗子葉山であって、これも去年1回、今年2回目で、うん、トップアスリートがハワイとか、じゃあ外国からもいろいろ、外人勢が、はい、ポイントランキングトップ入りしてる人が来るんで、まあ、見るだけでも面白い。ワールドツアーってことは、それを、そうですね、いろいろマットの人たちも回ってて、うん、だからオーストラリア行ったり、ニュージーランド行ったり、ハワイでやったりっていう、うん、で、まあ、日本は5月の早く、なるほど、はい、そんなのもありますね。それから、うん、5月29、うん、これもね、新しい情報で、うん、湘南海岸の材木座、うん、第11回パドボーグランプリ、うん、あ、そう、はい、これは材木座ローカルショップの、うん、なんだっけ、ゆみさん、うん、パドボーグランプリの、うん、パドボグランプってのは、ショップはどこだっけ奥田スタイルさん、ね、あ、そうですね、奥田スタイルさんがやってるパドボグランプリ、これも、これ日本で一番パドルボードの、うん、大会では歴史ある大会ですね。もうすでに今度11回、いつも材木座でやってるんですかこれ。そうです、そうです。あ、そうですか、はい、これ10回僕出たんですよ。これ、あ、本当、 T シャツ今日着ました。あ、本当だ、第10回、お、はい、これが、まあ、こ今期11回目ですね、はい、あ、じゃあすごいね、がありますよと、まあ、まあ、出るんですか。出たいです ね、うん、これはね、うん、サーフィンとそのディスタンスレースと、うん、あと釣りの釣果、誰が一番みたいな、でかいのは誰とか、そう、ちょっと変わっていろんな試みを、そうですね、やってるんで、うん、僕はすごい興味あって面白いなって思ってます。楽しいかもしれないね、はい、そうですね。あとはね、5.16、うん、5月16日は、うん、ベーシックインストラクター認定講習会、うん、まあ、パドルボードをやって3年とか経ってて、うん、イントラとかそのガイドツアーに関わってる方は、はい、認定イントラを取りましょう、はい、そうしてください、っていう感じです。はい、はい、それではありがとうございました。来週はゲストはサディさんですね、うん、すごいノラジョーンズっぽいような感じらしいんです。すごい素敵らしいので乞うご期待です。今日はジェミーの新次郎さんと山崎さん、ありがとうございました。それではまた来週、バイバイ。お疲れ様、ジェミニー長い登りさん見てないんだもん。